口コミボロクソ書いてやろ。星1もつけたくありませんって書いてやろ。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。え、スプリング、お、え、いや、え毎回タイトルわかんなくなるな。続きやっていこうと思います。メッセージか、誰だろう。あ、そうだ、あれだね、あの温泉を決めたところだったね。スパを決めたところだったね。あ、ハル、ありがとう、エリカさん、楽しみにしてるよ。ごめん。謝り癖がついてるな、ハルちゃん。なんで謝ってるんだろう。どうした、返事がない。行けなくなったとか、もしかして。どうだ、あ、あ、どうした、なんだろう、大丈夫、不安になるね。うん。週末なんだけど、ちょっと考えてた。どうした、やっぱりいいよ。なんで、企画するのいろいろ面倒だろうし。どうした、急に。もう決まっちゃったぞ、こっち。もう行く気満々やねん。こっちも楽しんでるからいいんよ。私の誕生日なんて祝わなくてもいいし。本当にどうしたんだろう。やっぱね、情緒がなんかちょっと不安定だね。新しい環境に入るとどうしてもね、不安定になるけど。誕生日会は嫌なのかな、やめた方がいいのかな。いや、春の誕生日だろ、全然面倒じゃないって。あー、全然面倒じゃないよ。いや、春の誕生日だ、春のことだから。本当は誕生日会やりたくても素直に言えないだろうし。そうだね、全然難しくないよ。私もちゃんとスパに行ったことないから楽しみにしてるよ。うん、あ、よかった、ちょっと気分持ち直したか。それならお任せする。大丈夫だから楽しみにして。とにかく今日はこれぐらいでいいだろう。寝る前にちょっとアニメ見よう。アニメ好きなんだ、エリカさん。意外、同類か私と。4月3日水曜日、ここはアルエットがカフェ。マナミ遅いな。エリカちゃん、水を持ってきたよ。どうも。あのプチスパの写真とっても可愛いね。まあマナミちゃんも好きそうだよね。だろ、週末が楽しみだ。マッサージとエステの、マッサージとエステのメニューを見てくれてありがとうね。間違えた、ありがとうね。これぐらいなんでもないよ。ボードゲームも楽しそうだね。うん、楽しいと思う。私が知らないボードゲームがたくさんある。そうなんだ、ボードゲーム好きなんだね。マナミは人生ゲームとモノボリーぐらいしかやったことないだろ。じゃあ知らんやつ多いやろ。ほぼ知らんやろ。モノボリーはやったことないけど、トランプカードなら家にあるよ。大抵あるわ。大抵の家族家にあるわ。モノボリーもやったことなかったのか。私もない。モノポリー、モノボリー、ポリーか。やったことない。何それ。ボードゲーム選びはエリカちゃんにお任せする。今から予約しようか。あ、ごめん、電話が来たみたい。電話に出てもいいよ。ごめんね、すぐ戻るから。彼氏か。あ、そうだね、多分彼氏だろうね。どうせ彼氏だろ、いつも電話してるな。てか彼氏もよく電話の時間作れるな、そんな毎回毎回。すごい、ラブラブだね。ま、いいことだけど。ごめんね、エリカちゃん、予約お任せしてもいい。今日彼氏と会う約束だったのを忘れちゃってた。ダメでしょ。ダブルブッキングってやつ、ダメだよ。キャンセルしてもいいけど。いや、気まずい。こっちがなんか、あ、いや、いや、いいよいいよってなるよ。いいよいいよ、彼氏と会ってきな。こういうとこだね、まなみちゃん。まなみちゃん、ちょっとこういうところが私ちょっと苦手だな。残りは私がやるさ。ごめんね、なんかあったら電話して。一人になったけど、予約するか。電話番号なんだったっけ、メモってないの。これだ、電話してみよう。どうだ、予約いっぱいじゃない、ないでありますように。お電話ありがとうございます、プチスパスフレです。3人で予約したいんですが。部屋予約でしたら、一つの部屋にベッドが2つありますが。一つの部屋で。了解しました。マッサージとエステの予約はされますか。マッサージとエステは女性のみのサービスとなっております。あ、それなんですが、トランスジェンダーの女性と一緒に行くんですが、
マッサージとエステは大丈夫ですか？トランス、申し訳ございません。もう一度お願いします。嘘でしょ、知らない人いる？この世の中で。なんか今マイキーみたいな言い方したけど、知らないやついる？嘘でしょ。トランスジェンダーの女性と一緒に行くんですが、マッサージとエステの予約は大丈夫ですか？少々お待ちください。確認します。あー、別にいいでしょ。はい。どうだ？お待たせいたしました。どうだ？あいにく当店のスタッフは性同一性障害の方にマッサージとエステをするトレーニングを受けておりません。はあ？トレーニングって。しかし法律上の性別の設備なら何でもご利用になれます。あー、まあスタッフさんも言ってることもわかるけどさ。でもご予約されますか？いや大丈夫だ。ここはダメか。あー、ダメか。いいとこだったんだけどな。いやー、もう口コミボロクソ書いてやろ。口コミボロクソ書いてやろ。星1もつけたくありませんって書いてやろ。電話してみよう。他全部ダメだったりとかする？さすがにそれはあんまりだよね。大変申し訳ございませんが。嘘でしょ。あいにく当店では。嘘でしょ。信じられない。どこに電話しても返事が同じ。なんでこんなに大変なんだ。そうだね。まあ、でもその苦労をいつもはるちゃんはしてるってことだよね。どうすればいいんだろう。なんとかするって春に言ったのに。そうだね。でも話せば春ちゃんは悲しい顔で納得してくれるんだろうけどね。どうすれば。なんとか言ってあげたいな。いや、行かせてあげたいな。春からのメッセージだ。はい。準備とかうまくいってる？行った方がいいかな。でもとりあえずこの都内と都外全部かけてからじゃない？それは。いや、言わない方がいいと思う。私はまだ全部の努力をしてない。努力すべてを果たしてから言うべきだと思う。いや、言ったら春が悲しくなる。言わない方がいい。うまくいってるよ。楽しみにしてね。何かあったら教えてね。どうだろうな。これで見つからなかったらちゃんと言うべきだろうけど。全然うまくいってないけど、どうすればいいんだ。いや、諦めるのはまだ早い。サイトをもう一度チェックして他のところにも電話してみよう。そうだよ。でもそれは明日でいい。なんで？今日は休んだ方がいい。エリカちゃんすぐ休むやん。すぐ休みたがるな。なんか体弱いとかかな。なんだろう、すぐなんか寝ようとする。4月4日木曜日。どう？あったかな、いいとこ。ああ、全部ダメか。全部ダメだった。都内のスパに全部電話した気がする。なんか、誰かを殴りたい気持ちだ。ダメだよ。元ヤンの血が騒いでる。殴っても何も変わらないけど。春に何とかするって言ったのに、なんだよ。ヒーロー気取りかよ。まあ仕方ないけどね。仕方ないって終わらせちゃダメなんだよね、本当は。仕方ないで終わらせないで、これを変える人が一人二人出てきてくれたらな。本当にバカだな、私。でも春をがっかりさせたくない。どうすればいいんだ。あの温泉街には行けないのかな。温泉街、あの人がなんとかいいとこ見つけてくれそうだけど。あ、まなみ。この音。予定変更について話した方がいいけど、話したくない。電話に出た方がいい。どうした、まなみ。エリカちゃん、昨日はごめんね。予約はした？それなんだけど、ダメだった。ダメだったって？予約できなかった。どうして？トランスジェンダーのことが問題になった。多分ちゃんと分かってないだけだと思う。私が話しに行くから。そういう問題じゃないんだよな。やめて、まなみ。数十点のスパに電話したんだけど、みんな同じことを言った。でもスパはやめた方がいいと思う。ダメかな。都外とかでもダメ？絶対ダメ？
だって温泉じゃないんだよ、スパって服着てるしさ、別に良くないと思うんだけど。はるちゃんは構わないと思うよ。そうなんだけど、気持ちがなんか晴れない。誕生日だから特別なことをしたくて。仕事初日も大変だったし。やっぱりそうだったんだね。私は何も聞いてないけど。あ、そうなんだ。まなみに心配をかけたくなかったと思う。スパに行くことを楽しみにしてたんだろうな。エリカちゃん、もうちょっと考えるからまた後で電話するね。連れてってあげたいな。スパがダメだったって春に言いたくないな。なんでみんながこんなに気にするのかわからないし。そうだよ、頭でっかちな大人が多すぎるんだよな。女性3人でスパに行くのになんでこんなに苦労しなきゃいけないの。そうだよ、本当にその通り。私はこれだけでこんなに怒ってるけど、春は毎日こういう問題に遭ってるんだろうな。そうだね、そういうことだよ。最初にスパの話をした時もそれについて話してくれたしね。そうだね、まあ、春ちゃんは分かってると思う。エリカちゃんが今苦労して頑張ってくれてるんだろうなって。こうなるって知ってたんだろうな。だからこそ言いたくないんだけど、他の方法はないのかな。スパの代わりになるものをネットで検索してみようかな。あるかな、サウナとか。温泉でスパ気分。温泉はスパと同じ問題があるからな。そういえば前回の旅館のスタッフ本当に神対応だったの。確かに。それが普通じゃなかったってことだね。そうだね、難しいね。スーパー銭湯でリラックス。スーパー銭湯もダメだからね。本当に何もないかな。家でスパ気分、自宅スパでリフレッシュ。家でスパか、できるの。温泉に行かなくても家でスパ気分を味わいます。これならいけるんじゃない。好きなスパのプロダクトを買って家で使いましょう。そんなのあるんだ、いいね。今特にコロナ禍だしさ、めっちゃ売れてそう。家でもできる簡単なトリートメントを紹介します。いいじゃん、エリカちゃんがやってあげたらいいじゃん。これもいけるね。スパとはちょっと違うかもしれないけど、これでも悪くないかも。マナミに聞いてみよう。そうだね、いいかも。まあちょっとがっかりはするだろうけど。エリカちゃん、マナミ、スパを作ろうよ。え、自宅スパを。そういうことね、いいかも。自宅スパなら一日ゆっくり休めるね。確かに。そうだね、スパに行くより安いし。マッサージはできないけどフェイスパックならあるよ。高そう。マナミのフェイスパックは高いで、きっと。家に何もないけどなんか買うよ。いいね、家に何があるか確認する。でも場所はどうする。マナミの家でしょ、絶対豪華じゃん、風呂とか。うちでもいいかな、狭いけど。あ、そうなんだ、エリカちゃんいいの。エリカちゃんの家行ったことないから行ってみたいね。なんかワクワクしてきたね。でもお泊まり会っていうのも楽しくていいかもね、お誕生日で。とにかくスパで使えそうなものをいろいろ探してみる。いいね、春にも話した方がいい。スパを決めたこと言わなくてよかった。どうすればいいんだろう。詳しく言わない、高すぎたってことにする。そうだね、高すぎたにしよっか。高すぎたって言えばいい。まあスパに行くより安いから嘘じゃない。よう、これ好きだね。いかついんだよな、毎回。いろいろ調べたんだけど、スパが高いってことが分かった。だからスパに行かないで、うちで自宅スパにしようかなって。どう思う？どう？連打。ああ、そうか。春は今仕事なんだから返事できないんだね。ごめん。メッセージたくさん送ってごめん。返事は仕事終わってからでいいよ。そうだね。待ってあげよう。ここで誕生会をやるならちょっと掃除をした方がいいかな。そうだね。ちょっとね、ちょっとというか大掃除だね。大掃除を始めるか。いいな、楽しくなってきたね。汚いな、汚いな、この部屋って言ってる。まあでも一旦ここで終わろうかな。続き気になった方ぜひ見てってくれると嬉しいです。イバラでした。ここまで見てくれてありがとうございました。投稿は
2日投稿したら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。ゲーム実況の他に歌ってみたや声劇、朗読、何でもやっていこうと思います。もしどこかで見かけたら、その時はどうかよろしくお願いします。